だから私が言わせてもらうと、はい、あんた方が騒ぎすぎるんだろう。市民集会開いたり、市政報告会やって。最大会派自民党の市議会議員が、実際とは異なる内容の報告をして、政務活動費の交付を受けていたことが分かりました。飲むことが好きなもんですから、誘われれば嫌と言えない性分で。印刷会社の方に今日確認したら、一件もその受注を受けてないと。申し訳ございませんでした。言ってないってことないですか。この2がどうもちょっとこう書き足したように。運転官もすみませんでございました。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。町を知る波長退場を命じますよ。本当に申し訳ございませんでした。まあ公式には伝えてないですよね。私どもの上司ですから。私あの問題は全然終わってないと思ってる。複数の女性職員の机を物色していたことを認め、制度論考えてください。市民の気持ちからしてもコメントすべき立場ではない。もう全部出せばいいじゃないですか。これ分かるわけないよ。辞職する気はありません。もう1年半頑張らさせてください。